い、どうもこんにちは、とちです。本日もセブンナイツやっていきたいと思います。で、やっとこのねセブンフェスのイベントの方が全部埋まりまして、で星6のね SP キャラ 5% 券、10% 券もらえたんでね、ちょっとこれを開封していきたいと思います。でこの 5% 券 10% 券なんですけど、結構ね、YouTube で、まあ、いろんな、この実況者さんが開封してるんですけれども、まあ、出てないね。まあ、出てない。全然。一人も出てないんじゃないかな、多分。いやね、ちょっとね、僕は、それ見て、なんて情けないんだと。なんて情けないんだと思いましたね。ね、このゲーム実況、ゲームをね実況配信してる人で一人も出せないっていうのはね、ちょっと情けないかなと。まあそこはもう意地でもね引かなきゃいけないところですよね、見せ場作るために。なんでね、今日はまあ僕の場合 10% も 5% もね、まあ、サクッと出せると思うんで、まあ、ちょっとね開封していきたいと思います。まあもう実況してる人でね、これ弾けないっていうのはもう本当に持ってない。全く持ってない人たちばっかりですね。じゃあちょっと、召喚券の方見ていきましょう。まあちょっとレアルーンとかもあるんですけど、これはちょっととりあえず、受け取って、あとは、あ、セブンナイツの召喚券もあるんですよね。セブンナイツの召喚券もちょっと開けよっか。どうしようかな。じゃあ 5% 券 10% 券は後にして、SP ルーン召喚券と、あと思考装備、反撃か、反撃か、あとは宝石です。宝石も受け取って、これか、宝石と、これは武器か。武器。クリティカルか。まあ。あとは、防御力ルーン、ここと。じゃあね、あとは、ちなみに、最初の方でもらえるやつはもう開けちゃったんですよ。SP キャラ 5% の召喚券は、ちなみに、チンタオでした。はい。まあね、それはちょっと動画撮ってないところだったんで、まあ動画撮ってる時は絶対、ここは引きますよ。じゃあね、とりあえず、リングからもらってっか。石か暗闇。ちょっと微妙だな。エレナの力、こっちはね、ちょっと麻痺とかが欲しいんですよ。麻痺リング全然なくて、カルマにめっちゃ苦戦してるんで、じゃあ、開けていきましょう。毒出血石がいらない。一番いらないやつ来ちゃったよ。一番いらない3つがついちゃいましたね。まあ、いいや。で、ここですね。これ、10% 券、5% 券を、早速ね、引いていきたいんですけれども、じゃあ、引きましょうか。まずは、じゃあ、星6レベル30、セブンナイツ召喚券、これは確定してるんで、じゃあ、これからちょっと開けていきましょう。できれば、クリスかな？クリスが欲しいですね。受け取ると。ジェイブ。ジェイブか。まあ。まあ、次はこっちですよ。で、まずね、5% の方から開けていきましょうか。じゃあ、5% 券の SP キャラ 5% 召喚券受け取りますと。リンリン。リンリン。はい。まあ、これはね、言っても 5% ですからね。次ですよ、次。10%。これはね、引かなきゃもう、引けなきゃアホ。本当に。本当引けなきゃアホですよ。本当。ゲーム実況、このセブンナイツ実況をやってる、まあ、方々。これ引けなきゃね、もう本当、引退ですよ、もう。じゃあ、行きますよ。受け取りますよ。じゃあ、受け取ると。来い！幸運が共にあらんことを。はい。というわけで、今回は、イベントの
報酬をちょっとね受け取りましたと。はい、まあね、結果はまあ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 、はい、特に言うことないですね。はい、では本日もこんな感じで終わらせていただきたいと思います。はい、今回もこちらの動画をお付き合いいただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。